これがミュージックテープを再生するとなるとまた全然違うんですね。ちょっと基板をめくってみましょう。はい、どうもこんにちは。今回の動画はデッキの紹介です。で、紹介するのはこちら。はい、中道の 582Z というデッキです。来ました、中道。定価はなんと18万超えということで、ソニーの37より、4万円高い値段と、なってたそうです。でも中道の18万円って、グレードで言ったら上中下どこに当たるんでしょうかね。僕はなんか真ん中の方かなと思うんですけども、皆さんいかがでしょう。以前ですね、僕あの 581Z っていうデッキを持ってて、で今回の 582Z とはなんか兄弟みたいな関係になるんですかね。あの582にはあるんだけど581にはないという形で、兄弟というよりは車のグレードに近いのかな。まあ、具体的に言うと機能の有無の違いになるんですけども、まあ、それによってデッキの内部の違いもね、なかなか興味深いものになってます。ということで、581Z の話もちょっとね挟みながら、この 582Z をたっぷり紹介していきたいと思います。それではスタート。はい、こちらが中道の 582Z でございます。外観はですね、 581Z と、全くと言っていいほど同じです。まあスイッチが1個多いだけなんですけどね。はい、じゃあちょっと見ていきましょう。まあ今カメラに映ってる限りは、あの特に何の変哲もないんですけども、ちょっとメジャーを当ててみます。そうするとですね、はい、わかりますでしょうか。はい、横幅がなんと約50センチあります。はい、でかいんです。ということで、まず一つ目のポイントは横幅が、大きいということですね。ちょっと参考までに普通のカセットデッキと比べてみましょうか。はい、こちらが、普通の、横幅だいたい43センチの、普通のカセットデッキです。こうやって並べてみると、いかにこの 582Z が、ね、582Z の横幅が広いかっていうのがわかりますね。はい、それではちょっとアップで見ていきましょう。カセットホルダーは手動式です。で、リッドはですね、こうやって外れます。はい、なんかね T の字をしていて、変わった形をしていますね。で、はめるときはですね、このリッドのこう、ね、下の部分とここですね、差し込むようにはめます。で、締めると、で締めるとこっちのね、カウンターとかメーターがある部分、こことね、一体感が出てなかなかかっこいいです。ヘッドの部分はちょっと後ほど紹介しますね。じゃあちょっと右側行きます。で、右側には、カウンターは、機械式の3桁のタイプですね。582となってるのは、気のせいです。で、操作ボタンがここですね。操作ボタンで、なぜか、早送りと巻き戻しがね、左右逆さまになってますね。普通だったらね、巻き戻しが左に来ると思うんですけども、なぜかこういう配置になってます。で、操作ボタンの上に行くとなんかね、小さい穴がいっぱい開いてますね。これは録音キャリブレーションの時に使います。バイアスと、レックレベル、まあ、レックレベルといっても、あの録音感度の調整ですね。さあ右に行きまして、スイッチがいっぱい並んでますね。で、でっかいつまみが3つありますけども、これがボリュームです。左はアウトプット、まあ、あの後ろの RCA 端子から出る、音量をねここで調整できます。で、そして、録音バランスとレックレベルですね。おつまみの形がね、なかなか見かけないような形をしてます。これ結構ね、まあ、個人的にはなかなか操作性いいなと思います。まあ、これだったらね、つまみの、位置ですね、これがすごく分かりやすいですね。じゃあですね、いっぱい並んでるスイッチちょっと紹介していきますかね。一番左はこれタイマースイッチです。で、
左に回すとメモリってなってますけど、カウンターが000の時に巻き戻し早送りを自動的に止めてくれるといった機能が使えます。さあ隣に行きまして、今度はテープと書いてありますね。これはね、録音の時に使います。まあ、EX がノーマル、 SX がハイポジで、 ZX がメタルと、まあ、中道特有の表記ですね。これは再生イコライザーです。まあ、70と120があるんですけども、まあ、これはわかるかと思います。120がノーマルで、それ以外が70ですね。トーンヘルツと書いてありますけども、これはね、キャリブレーションの時に使います。さあそして次、ドルビーノイズリダクション、これはまあ説明するまでもないと思うんですけども、このデッキは B タイプと C タイプに対応しています。はい、はい、そして、ここですね、 581Z と違うのがここです。録音同時モニターですね、これがついてるので、ソースとテープを切り替えることができます。581Z は、まあ、ついてないので、ここが、なくなってるんですね。でもなぜか3ヘッドっていうことでね、まあ、いわゆるなんちゃって3ヘッドというやつですか、まあ、そういった機構になってるのが581で、純粋な3ヘッドになってるのが、582です。じゃあちょっとね、電源入れてみましょう。電源ボタンこれですね。はい、電源がつきました。ちょっとね、今照明当ててるので分かりにくいかと思うので、ちょっと、照明を消してもう一回電源オンしてみます。はい、真っ暗にしました。これでちょっと電源をつけてみます。はい、ここのね、メーターとカウンターの部分と、あとここですね、このカセットホルダーの上の部分、ここが光ります。このイルミネーションがですね、かっこいいポイントだなと思います。じゃあちょっと電気つけますね。で、今メーターがついてます。メーターは赤色の LED を使った方式ですね。で、0dB がドルビーレベルと、まあ、中道では標準的なスケールですね。はい、そして、ヘッドの部分見ていきましょう。はい、ヘッドの部分は、まあ、中道ではおなじみのレイアウトですね。独立喧嘩型、ディスクリートタイプの3ヘッドです。まあ、中道のヘッドといったらね、このでっかいパッドリフターじゃないでしょうかね。で、素材はこれ、パーマロイ系ということで、まあ、個人的な感想としてはね、中高音域の、力強さっていうのが、特徴じゃないかなと思いますけども、それでは、ちょっとね、音質チェックに行ってみたいと思います。さあではこの中道 582Z が、どんな音がするか、実際に録音してチェックしてみたいと思います。まずはクリーニングタイム。で、今回使うテープはですね、まあ、中道のデッキにはですね、やはり TDK のテープが、一番いいと思いますので、ちょうどね、地元の、青と黄色のなんちゃらオフにですね、こんなのがありまして、はい、皆さんこれちょっとね、値札隠してますけど、いくらで売ってたと思いますか？はい、もうボロボロですよね。で、しかも10分テープ、はい、55円。55円です。でね、不思議なのがね、ここ見てください。ちょっとごめんなさいね、余分な話で、ね、タイムラインナップ10分って書いてないのになぜかこれ10分なんですよ。なんでしょうかね、隠しラインナップみたいなやつでしょうかね。はい、まあ、とりあえず、今回はこの AD を使っていきたいと思います。よし、10分の AD ではセットしていきましょう。
さあキャリブレーションもようやく終わりまして、残り、メインのレックレベルを合わせていきます。まあどうでしょうね、プラス5いくかいかないかぐらいでちょうどいいかなと思います。まあプラス5でも歪まないと思うんですけどね、 AD って結構優秀なんで、まあこれぐらいでいってみますか。では録音していきましょう。はい、ではちょっとね、録音していきましょう。はい、録音が終わりました。ちょうど10分テープなんで、片面で1曲入りますね。では巻き戻しましょう。それでは、582Z と、この AD で録音した音がこちらになります。ではどうぞ。中道の 582Z で録音した音をお届けしました。僕の感想はですね、中道の中では音が分厚い方の部類に入るかなと思いました。まあ、他の中道のね、ドラゴンとか 1000ZXL とかの上級クラスのデッキも聞いてきましたけども、やっぱそれになると超高音域までしっかりカバーしてくるっていう、印象がありました。なんでちょっとね、まあさすがにクラスが桁違いなんで、ね、あんまり比較するのもどうかなと思うんですけども、ちょっと録音の面で惜しいところはあるかもしれませんね。ただ中音域が非常に強く出る、トランペットの音が一番強く出てたかな。ただね、カセットテープらしい分厚い音はしっかりと、ありますね。上級クラスになっちゃうともうカセットテープの音からちょっと離れちゃうような、感じがします。でですね、今聞いていただいたのは録音した音なんですけども、これがミュージックテープを再生するとなるとまた全然違うんですね。ミュージックテープを再生するとめちゃくちゃ高音が伸びます。なんで再生能力はおそらく抜群です。録音がねちょっと惜しいんですけどね。なんでミュージックテープの再生にはこれいいなと思います。ね、581も一緒なんでね、581でも全然再生メインで使うなら、ぜひおすすめな、機種かなと思います。さあではここからですね、禁断のデッキの内部を、見ていきたいと思います。ではまずキャビネットを開けましょう。
はい、これでキャビネットが開きます。では開けていきましょう。オープンザキャビネット。はい、キャビネットを開けるとこんな光景が、見えてきます。基板が全部下を向いてるんですね。でですね、ここで 581Z との大きな違いですね、違うのはここです。この基板ですね。あの 581Z は、まあ、ちょっと今写真に出してると思うんですけども、ここにノイズリダクション用の、回路がきます。で 582Z はどうなってるかというと、582Z もここ、ノイズリダクションの回路になってます。じゃあちょっと、ここの基板、ネジ外して、表を見てみますか。こんな風になってるんですね。で、見えますでしょうか。これが、ノイズリダクション用の IC です。まあドルビー IC とも、呼んだりしますけども、これがですね、8つついてます。で、ちなみに 581Z は、半分の4つなんですね。録音用と再生用を兼用することで、まあ、4つで、構成してるんですけども、その代わり、録音同時モニターが使えないという、制約がつきます。でも、まあ、582Z はこうやって録音用と再生用を専用で設けてるので、録音同時モニターも可能ということですね。やっぱりこの8つのドルビー IC がね、綺麗に並んでるのが、なんとなく、好きです。じゃあ今から、本体を裏返して、下から見てみましょう。では開けていきましょうか。オープンザ底板。はい、デッキを下から覗くとこんな風になってます。ではですね、各所アップで見ていきましょうか。まず向かって右側ですね、ここに、でっかい電解コンデンサーがいます。ここが電源ですね。で、こっちなんかすごい抵抗がいっぱい並んでますけども、こっちがあれですね、制御系の回路です。ま、メカのマイコンどこにあるんですかね。なんかないんですけど見当たらないな。全部ディスクリートで組んでんのかなこれ。はい、でこっちですね。はい、ここにメカですね。で、はい、これがあれですね。ヘッドを上げる、ベルトですね。で、ここがキャプスタンモーター。この配線の下にあるやつですね。581も582も、あの、普通のね、ブラシ付きの、DC サーボモーターですね。はい、メカニズムはそんなところでしょうかね。では、向かって左側に行きます。こっちはどうでしょうね。まあだいたい 581Z とは似てるとは思うんですけど、やっぱりちょっと違います。で 581Z はここだったかな、こっちかこっちに、あの、録音モードと再生モードを切り替えるでっかいスイッチがあるんですね。で、まあ、582はないんですね。ここが、録音ヘッドのアンプですね。でこっちが、ここがメーターのアンプ。まあ、ここも581と同じ場所ですね。で、ここ再生ヘッドのアンプですね。場所はやっぱり一緒ですね。はい、まあ全体的なレイアウトとしてはそこまで複雑じゃないかなと思います。中道だともうちょっと複雑であることが多いので、ね、あの、比較的スッキリしてる方だと思います。はい、まあね、上級機種ではないんですけども、やっぱり中道なんで、あの、再生の音質の良さといったもう基礎能力は高
高いですね。あの僕が初めて中道を触ったのが 581Z だったんですけども、まあ初めて聞いた時はすごかったですよ。なんかね、こう聞いてる人を中道の世界に引き込むような、うん、そんな感じでしたね。ちょっと表現があのオーバーかもしれませんけど、はい。あとはあの録音関係の調整は全部マニュアルがいいっていう方は、あのこの 582Z おすすめだと思います。あの上級機種になると、あの調整が自動になっちゃったりっていうこともあるので、あの 582Z だったらね、あのしっかりとあのキャリブレーションはあのバイアスと録音感度、そして左右ね、あの独立してしっかりとマニュアルで行えますので、なかなかね、あのマニアックな機種だと思いますね。ということで、今回は中道の 582Z を、紹介してきました。今回の動画はあのメンバーさんのご協力で、お送りしました。撮影協力ありがとうございました。それではまた。